どうも、トモマッピーの、これどっちのチャンネルだ、どっちのチャンネルまずどっちのチャンネルだこれ。これ自由奔放です。自由奔放チャンネル、はい、自由奔放チャンネルです。お願いします。お願いします。もう本当にトークテーマ完全投げっぱで、何が来るか全く分かってないんだけど、もう何を話してほしい。全投げされたんですけど、今日のテーマ、はい、今日話したいのは、トモハッピーの女性遍歴ってあんま聞いたことないなと思って、うん、え、マジ。はい、なんかやっぱりね、結構、うん、っていうかかなりイケメンだと思うんですよ僕は、トモハッピーが。うるさいね、これゴマ吸ってるんで、ちょっと、うん、ゴマ吸ってるかなりのイケメンではないだろう。かなりイケメンだと思うんで、平均ちょい上ぐらいでしょ。なんかやっぱりね、お金持っててイケメンで、うん、まあその今はもうね、落ち着いては、お金持ってなかったよ俺独身の頃落ち着いてはいるんですけど、平均よりちょっとあるぐらいだったね。昔はどんな感じでそういうのをこう遊んでたりしてたのかなっていうのが聞いてみたいなと。まあ自由奔放ならではのトークテーマなんですけど、これ需要あるかいや結構ね、やっぱりトモハッピー女性ファン多いですから。いや多くないでしょ。いや多い、まあでもありがたいことに数名ね、いらっしゃる。数名っていうか、まあ視聴してくれてる人とかでも何百人っているし、はいはい、あのね、表立って応援してくれてる方も何人もね、はい、いらっしゃるからありがたいけど、その女性ファンの方も別に知りたくないじゃん。そんな本当に誰がこの話聞きたいの僕は聞きたいです。そうだ、ね、視聴者目線になってトークテーマ選べてる一番おすすめのさ、はい、トークテーマからよろしくねとは言ったんだけど、はい、女性遍歴まあ確かにカードゲーム主体のトマンピーチャンネルじゃ話せなかったことない、そんなの。そうですよ。むしろそれこそ絶対初動でくじけて終わるもんね、その動画。それこそ誰も興味ないって感じですよ。うん、自由奔放だったら興味あんのかな。もうやっぱりでも社長のね、そういう女性遍歴みたいなのは誰しも興味あるんじゃないですか。フライデーとかが売れてる振り方としてさ、はい、その女性遍歴話してくださいだとよくわかんないから、もうちょっとそのどういうことが聞きたいのかっていう着地点なのか、はいはい、なんか具体的な質問なのかしてくれる。はいはい、話してみるけど、今まで付き合った女性の中で、うん、なんかこうすごい特徴的だったとか衝撃がすごい大きかった女性とかいなかったんですか。なんかこう癖が強いみたいな第6チャンネルみたいなとんでもない女性と付き合った経験みたいなそう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 、それ言えないだろう。あっても言えんのか無理ですか。無理だら癖強いないな、そんなの。友達の彼女とかだったらなんかソファーを包丁で切り刻んだりみたいな、そういうの聞いたことある。それ何なんですか。いやそれはまあいいじゃん、深掘りしなくて。まあいろいろ喧嘩して荒れたんじゃない、わかんない。あなんかトマピーそういうのはないんですね。荒れてすごい女性となんかそう、ないないね、案外ないんですね。ないね。俺なんかでも嬉しかったことあったな、あの、はい、東京出てきた頃さ、はい、付き合ってた彼女がいたんだけど、うん、まだ俺が18歳ぐらいの時かな。めちゃくちゃ若いですね。うん、まあ俺が18歳で、俺が18歳の時だから多分許されると思うんだけど、はい、相手の年齢は非公開にしとくけど、その時のあの俺が18歳の時に付き合ってた彼女、はい、なんか賭けポーカー騒動の後にいろいろ炎上バーってしてたじゃん、はい、ツイッターでDM くれたんだよ、大丈夫みたいな。嬉しくない？なんかその人間関係として、はいはい、すごいですね。なんかそのたまに見てくれてなんか心配してくれるって嬉しくない。そのカップルとして会わんかったわけだけどさ、はい、最終的に。でその前にその子が連絡してくれたのって、あの失格から出場停止になったの2010年に、はい、ポーカー騒動から遡ること11年前、はい、その時もなんか炎上してて大丈夫みたいな、あえみたいな、そういう時に気にかけてくれるんですね。ツイッターとかない時代だけどあんまりみたいな、はい、すごくない。なんか結構たまに見てくれてるんですね。なんかこう別れた後も友達として今も付き合いがあったりするってことですか。いやないないない、それだけ連絡来たの。あだから10年別れて10年後に言ったら連絡来て、はい、その10年後連絡来てまた10年越しの絵10年に1回とんでもない炎上して本国から連絡来るみたいなそれを繰り返さないかもしれないと。そうですね、また10年後なんかあるかもしれない。賛否両論みたいなさ、はい、バズとも言えるし可愛い炎上みたいな感じだったらいいけどさ、はい、なんか自分の意見を言ったことでね、そういうそれぐらいだったらいいんだけど、なんか心配かけないようにしないとね、過去に出会った人ね。でもなんかそれ綺麗事かもしんないけど、なんかその変な、なんだろうな、
感じ悪い別れ方したことはあんまないかもしれない。あなんか普通にウィンウィンだから付き合って、ウィンウィンだから別れようみたいな、ウィンウィンじゃないから別れようか、はいはい、まあその恋人じゃなくても別に俺恋人っていう関係性に重きを置いてなくてもともと、その独身の時とか最後の頃、普通になんかその彼女とか作んなくて別に何人とも仲良くすればいいじゃんお互いみたいなスタイルで、でそのもうなんだろう、高確率で結婚をしたいような相手じゃないと付き合わないみたいになってたんです最後ね。あでだからもともとその別に付き合ってもいいし付き合わないで仲いいっていうだけでもいいんだけど、うん、そのいろんなこと含めて、はい、なんか普通にウィンウィンだったら一緒にいるし、ウィンウィンじゃないどっちかがなんかそのもっと違う人と付き合いたいとかさ、うん、こいつといる時間もったいないとかって思ったらさ、その状態になったらもうすぐなんていうの、一時の気の迷いじゃなくてもう本当にウィンウィンじゃないなって思ったら、相手がウィンじゃないと思っても別れるし、自分がウィンじゃないと思っても別れるから、まあ、ほとんどの相手と3ヶ月ぐらいしか付き合ったことないの俺マックス。短っ、うん、その3年ぐらい付き合った人とかもいるけど、はい、1年付き合って別れて戻ってまた長く付き合って別れて戻ってみたいな人とかいたけどね。あ結構なんかそう、結局なんで別れるかって言ったら、はい、カードゲームに集中したいからって言って大会の前に別れるあのめちゃめちゃ好きなんだけど今付き合ってるのあのウィンじゃないからって言ってカードゲームへのコミット率を上げたいからって言ってごめんって言って別れて、ありがとうって言って別れて、やばあるじゃんそのスポーツ漫画とかでも、はい、今はその恋愛にうつつを抜かしてる場合じゃないみたいなことって、はい、プロならではって感じですね。そうそうそう、まあ、普通に2週間ぶっ通して練習した後さ、はい、2週間海外に遠征したりとかするからさ、はいはい、それってもうなんか付き合ってる状態だけど1ヶ月ほぼ缶虫みたいな感じになるじゃ ん、 うん、でそれがまあまたその3日のインターバルを置いてまたそれがもう1セットありますとかってさ、はい、なんかかえってその別れた方が相手のためにもいいんじゃないかとかさ、自分も打ち込みたいしみたいなあそんな中でもその付き合ってるっていう関係だったらさ、ちょっと連絡してあげたりさ、寂しくないようにケアしなきゃいけないじゃん、はい、そうですね、うん、そのケアする時間すらももう惜しくてカードあなるほど世界一になりたいっていうか、この大会優勝したいみたいな。でただその大好きだったより戻すみたいな、はいはい、また会ったら恋に落ちちゃったみたいな落ち着いて久しぶりに会ってそうあの会ったらやっぱり付き合おうかみたいな、うん、だから結局そのなんか世の中のさ、まあ最近はマシになったけどだいぶ、はい、世の中のことも全然他の商売のこととか社会のマナーとかも全然あんまり知らんかったしさ、その恋愛もなんか人と同じような感じでできてこなかったのは全てそのカードに捧げてきた、全てとは言わないけど、はい、かなりカードに捧げてきたからそういうちょっといびつな感じになってたかなっていう。いやでもいいですね、なんか本当にプロプレイヤーというか、うん、その業界でやっぱり最前線走ってた人ならではのトークですね。いいっすね。そうなんかな、あんま聞いたことないよねカードの試合に集中したいから別れるって、はい、野球ならあると思うんだよね、野球サッカーならあると思うんだよ、人口多いから単純に、はい、カードの試合集中したいからごめんって言って、でも普通になんか本当に本気でそう言ってたよその時。へえ。じゃあ、まあ、そんな感じ。そうですね、恋愛感みたいな、だウィンウィンがモットーで、うん、ウィンウィンじゃなかったらなんかちゃんと話してちゃんと別れるみたいな。なるほど、なんかそういうところもちょっと経営者っぽいところが出てますね、うん、でそのそれはなんか相手と自分の相性とか好き嫌いだけが関わるんじゃなくて、はい、これこういけるよね、ここからこうね、あれ右だからいけるよね、大丈夫です、ここからしか、ああ、いけないの、おかしいもんね。この、じゃあ、ここの、右レーンで、右だもんね、あれね。OK、まあいいや。そんなの、こんなカットしないチャンネルで、そんな話してたらさ、終わっちゃうね。そうですよ。なんか、恋愛とか、中村くんどうなん逆に。恋愛マスターの中村くん。いやいやいや、僕はもう、粛々と、彼女作って別れてを繰り返して、今はもう、一時の父っていう状態なんで、うん、はいはいはい、はい。大したことないですよ。あんまり放送もできない内容も多いんで、そう全くでもあれだね、その、はい、俺聞かれて思うけど、こういう動画ってなんかさ、まあ、自己紹介的な
意味もあるじゃん多分、はいはい、この人こんな人とか昔こんな人だったみたいなのをさ、ふわっと知りたい人が見てくれるような要素もあると思うんだけど、恋愛のなんか参考になるかどうかとかもあるんじゃない、もしかしたら。ああ。話のさ、はい、話聞いた人に何を与えれるかみたいな、確かに固く考えたらさ、何かを与えれてんのかなこのトークって。ウィンウィン大事みたいな、普通に当たり前のことは万物に通ずることなんだけど、ウィンウィン大事、まあ、誰と何をするにもウィンウィン大事よ。あえて与えられるものを何か考えるとすれば、うん、例えばカードゲーマーであるがゆえにこう出会いとかがどういう出会いがあるのかっていうのは気になるので、こう今までお付き合いされた女性との出会い方みたいなのは気になりますけどね。長くなっちゃうな。出会い方、出会い方、出会い方、具体的に興味ないもん。そうですか。まあ一回いいよ話すよ、いいよ、大丈夫ですか、同じようなところからスタートで、うん、あえてこう与えられるものを考えるとすれば、こうトモハッピーが今まで付き合ってきた女性との出会い方みたいなのが一つなんか参考になるんじゃないかなと思うんですけど。ああね、出会い方ね。はい。なんかまあ普通に1対1でさ、はい、まあなんか例えばその出会い系サイトとかさ、今でいうマッチングアプリ、はい、とかなんか、まあ、ミクシーでもいいし、そのミクシーって昔あったんだけど、今で言うとインスタみたいな感じかな。おー。とかなんかナンパとかさ、1対1で、あと合コン1対1とか3対3とかで出会ってってももちろんいいんだけど、はい、効率悪いのよそれって。おー。効率悪くない？1回出会いに1回のアクションに対して1人とか3人しか出会えんっていう。はいはい。だからそのまずね、俺は1人と出会おうとしないよ。はいはい。そのしないっていうか、することもあったんだけど、もちろん若い頃、うん、なんかその大人数と仲良くなると、うん、大人数と仲良くなる場に参加しますと、俺の場合は女子率9割で始まった K-POP クラブイベントだったんだけど、そのカラとか少女時代が流行った時に新大久保で毎週末クラブイベントがあって、懐かしいな。9割女子だったの。最終的には5対5ぐらいにやっぱり着地するんだけど、はい、女子が多い場所で、で俺単純に K-POP も好きだったから、すごくそのそこでわーってみんなでこう毎週末100人と乾杯して、なんか全員絡むみたいな、どんな子でも絡むみたいな、はいはい、でそこでもうその友達一番いっぱいいる人みたいな状態、はいはい、でそこのその一神道の子と付き合おうとしたり手を出したりとかしないっていう基本。おお、わかる。そのなんかその二神道の出会いが無限に湧く状態っていうか、単純に女友達がいっぱいいれば出会いに満ち溢れると思わない？それは思いますね、うん、だからじゃあ宅飲みします、仲いい友達男も女も誘います、ちょっと違う友達も連れてっていいってなるやん。はいはいはい。それみたいな。へえ。だからそのなんだろう、カードゲームで例えてもこのチャンネルだとしょうがないんだよな。でも言わんとしてることは分かりますよ。その元いたグループの子たちからつながっていく、その輪でこう相手を見つけるというか、まあ簡単に例えるならこうだね。初めてやった商売、例えば、はい、バーが儲かりますと、はい、ね、経営者で自分がバー始めてバーが儲かってますと、月に300万円儲かってますと、はい、月に300万円儲かるから300万円を好きなことに使っちゃいますと、そうするとお金ゼロになっちゃうじゃん。はい。ね、これ出会いの場合でも一緒でさ、出会った一遍にまず出会って、まず300万湧いてくる方がいいじゃん。いっぱい出会える場にいきなり参加した方がいいじゃんね。はいはい。月10万しか湧いてこないより300万湧いてきた方がいいじゃん、うん、経営だったら。そうですね。で、一人出会うより30人出会った方がいいじゃん。はい。で、その30人をなんていうのかな、30人を直接攻略しようとするじゃん、うん、この子好きこの子好きみんな大好きみたいになっちゃって、アタックアタックみたいな、はい、もうゼロどころが悪評立つよね。普通はね、その同じ場で忘れそうねえなってなりますね。アタックしたらさ、はい、なるじゃん、はい、まあ、そのストライクゾーン広い人じゃないからもともとあれかもしれないけど、
とりあえず経営の話で言うとさ、その300万を元手にさらにいろんな事業をやって月3000万増える状態にした方がいいじゃんね、はい、経営者としては、うん、その3000万になった状態で300万好きなことを使う分にはまあ9割は事業に回してるわけだし、事業も発展する、好きなもんに300万使えてるじゃん毎月、はい、そうあるべきなんだね経営者って、うん、でその経営と一緒で300人出会える状態になってから毎月30人攻略するみたいな、はい、まあ、例えばで、そんな出会ってたわけじゃないけど300人も月にね、例えばの話を、はいはい、だからなんかその環境を良くして出会い続けれる状態を作るっていうことで、たくさん出会ってれば結果自分が好きになる人とかいいなって思う子にも出会えるし、なんかなんだろうね、自分のこと好きになってくれる人にも出会いやすいっていうか、あと結果そのモテ率は自分を磨かなきゃいけないけど、はい、自分を磨いたりとか一人一人にコミットしなきゃいけないけど、モテ率を高めたかったら、はい、結果的なモテ数で言っても上がるでしょ、うん、結果的なモテ数が上がるっていうことはそのウィンウィンな相手が現れやすいって思わない？確かに、うん、まあ、いっぱい出会いがあった方が相性合う人も、うん、合う確率も高くなりますもんね。でもちょっと言ってて思うけどあんま参考になんないよね多分。なんかさ、そうですね、聞いてて結構その陽キャでなんかパリピかって言われたらパリピではない気もするけど、陽キャでさ、はい、なんかいろんな人と絡むのが好きじゃん、そもそもいろんな人と接するのが好きだから自分に合ったやり方だなとは思うけど、うん、そんな気がしますね。なんかそれ、まあはい、マクロレベルっていうかさ、そのそこまでの感じじゃなくても、でもさ、なんか普通に女友達ゼロの状態から1対1で出会ってくよりさ、女友達何人か5人でも10人でもさ見てさ、なんかお互いに一緒に遊ぼうねみんなでっていう人が多い方が出会いは多そうじゃない？確かに、普通に一般的な感じで言うとっていう。なるほどな。ちょっとどうだろうまあ、ためになったかどうかはちょっと置いといて、なんかそういう話聞いたことなかったので、まあ、カードゲームで言うといろんなカード持ってる方がいろんなデッキ組めるよねみたいなちょっと違う、カードゲームっぽい考え方ですねカードプールが多い方がビジネスもそうじゃん、いろんな人脈ある人の方が何でもできるじゃんね、はい、まあ、そうです、選択肢とも増えますし、うん、カードゲームもカードプールたくさん持ってる方がね、デッキ組めるといろいろ、はい、いろんな戦い方ができますと結局そういう例えの方が分かりやすいところはありますね僕は。俺らはね、はい、で恋愛の場合もそのたくさん女友達とかいた方が、 男友達でもいい、男も女もたくさん友達いて、うん、いろんなその出会いの場にナチュラルに参加できるっていうか、ナチュラルに出会う日々の方が、出会いの数が多い方がいい相手見つかりますっていう話だよね、うん、シンプルな構造だよね、はい、参考になんない？いやいや全然参考になりますね、ロジカルすぎる。もうだからまあ出会いの場を自分から作るっていうのが大事っていうことですよね。あとさ、そのもっと言ったらさ、結婚して離婚する夫婦って増えてるじゃんね、はい、それはでも離婚するのは別に俺ウィンウィンじゃないならいいことだと思ってて、はいはい、世の中でそのウィンウィンだ、ウィンウィンな関係をずっと頑張ろうって言って結婚するけどどうにもなんないこともあるからさ、はい、その離婚する場合があると思って仕方ないと思うんだけど、うん、結果でもその結果離婚する人の割合が多いからさ、はい、そこはその結婚とかするなら注意しなきゃいけないじゃんね、うん、なんか10人しか出会ってない中で惚れた1人ってさ100人出会った後さ一番いい相手だと思う。その 10人中1位だった相手が100人中1位だと思う。いやそれは多分違うと思いますけどね。やっぱ100人の中から選んだ方がよりマッチする人もね出てくるとは思いますけど。そうだよね、たくさん出会った方がなんかその自分にとっていい相手が見つかる可能性が高くて、みんながもっと世の中が仲良くなればそのいいマッチングが増えて少子高齢化問題とかも解決しやすくなる気はするよね、うん、あと経済も回るよね、みんながもっと関わり合うようになれば、はい、家でスマホゲーやってるんじゃなくてみんながもっと関わり合ってなんか人として交わり合えばいいっていうか、はいはい、だからやっぱりこう100人と20人の話なんですけど、うん、10人、うん、そう全然かける時間が変わってくるじゃないですか100人だから効率よく100人出会いましょうっていうのが俺の考えというか、はい、なるほど。
参考になんないかやっぱ。なんかそれはちょっと面倒くさいく感じるよねみんなね。そうですね、やっぱりこう、うん、ある程度一人に対してかける時間っていうのはね、人によって違いますけど。まあでも今の時代だったらさ、はい、ウェブ上で100人と出会ってさ、うんうん、その中で本当に良さそうだなって思う5人とだけリアルで出会うみたいなことも多分可能だよね。いろんなマッチングサービスとか発達してるからね。まあ、そうですね、いろんな SNS とか使って交流できる人と情報の量も増えてますし。確かにリアルでさそれやるの大変だけど、オンラインだったらいけるかもね、うんうん、はい、ということで謎トークでしたけど、このトークテーマはどうなん？いいじゃないですか。まあ、自由奔放チャンネルだったらいいか。はい。なんかやだな、なんか女性の応援してくれる人もさ、確かにいるのにさ、なんかそういう感じだったんですねみたいな、もっと一人と10年付き合う一途な人だと思ってましたみたいな。そんな経営者いないかあんまり。たまにいるけど。いや、そういう人間味のあるところが見えた方がいいですよ。ね、あ、そうだね。はい、まあでも。あんまり恋愛に使う時間なかったから、本当に効率を考えて、なんか出会いの数を効率よく増やして、自分に合った人になるべく会いやすく意識してましたって感じだね。はい、ありがとうございました。はい、そんな感じです。もう若い頃は本当に効率悪くやってたけども、時間もあったし、なんか学ぶよね。カードする時間減るんだもん、それやると。カードしたくて。カードゲーマー名。いや本当に、だから打ち込んだんだよその、はい、まあ、だからその人生の中で全然その彼女とかいない時期もあるよ、うん、ありがとうございました。あったね、いろんな時期が。はい、そんな感じで自由奔放チャンネルでした。いや大丈夫かなこれ、100再生とかでへこむやつだ気がするんだけど。まあいいや、はい、またご視聴お願いします。チャンネル登録もお願いします。ありがとうございました。